キツジュカンガ遺跡群遺跡一キツジュカンガ遺跡群は、神奈川県川崎市高津区にあるカンガの遺跡群。2015年3月10日に、国の史跡に指定された。キツジュカンガ遺跡群は、玉川中流域の南岸、川崎市高津区千年、宮前区野川の標高約40メートルの、玉丘陵東南端の長部に立地する、武蔵国キツジュ工芸群が焦燥跡と考えられる、千年。 伊勢山体遺跡土俵の役所の施設の可能性のある、掘った手柱建物跡なども検出された、軍事跡と考えられる、洋護寺遺跡からなる。日本初期、安寛元年上には、朝廷に建造された三宅の一つに、立花が見られること、また、この遺跡群の周辺には、複数の後期、終末期古墳が認められることから、この付近が古墳時代以来、 8世紀にはジュ群となる地域の中心であったと考えられている。千年伊勢三帯遺跡は、1996年に宅地造成事業に先立って行われた発掘調査で、古代の倉庫跡と考えられる掘立柱建物が複数検出されたことにより存在が明らかになり、以後、川崎市教育委員会による継続的な発掘調査により、 その内容が明らかになった。検出された以降は大きく四時期に区分される。一期は建物の主軸を真北から約40度西に振る二棟の大壁、建物からなる。時期は七世紀後半であり、表の役所の造営に関わる建物である可能性が考えられる。神語経運二年に武蔵国に久吉軍で得た白地を献上して除イ 玉物録されたアスカブ吉5五百国は、吉寿軍人と記されており、一期における、大壁建物の存在は、トライ系氏族である、吉氏の一族との関係が指摘されている。二期は、建物の主軸を、真北から約30度西に降る三県四方の、総柱建物四棟と、桁行き二県、両行島以上の川柱建物六棟からなる。 時期は7世紀後半から8世紀前半であり、当初から同規格の建物が建てられている事例は全国的にも珍しい。また、川柱建物のうち4棟は、総柱建物と距離を置き一定の間隔で配置されおり、小燥を構成するやと見る見方と、稲以外のものを収納していた可能性が指摘されている。3期になると、建物の主軸は、 ほぼ真北を向くようになるとともに、焦燥院の北方、西方、南方に溝を巡らせるようになる。溝で囲まれた区画は、南北150メートル程度、東西200メートル程度と考えられ、13棟の総柱建物と5棟の川柱建物が認められた。区画の中央には広い空間地があり、その西には、焦燥管理棟あるいは栄屋と考えられる。 川柱建物がある。8世紀前半から末にかけて存続したと考えられており、焦燥として最も整備された段階のものである。4期には建物の建て替えや新造は行われるものの、建て替えられた建物はいずれも小規模であり、焦燥そのものは衰退へと向かっており、9世紀中頃には廃絶している。千年伊勢山大遺跡の西方約400メートルの、 地点には、現在、養合寺がある。この寺は、羊軍の軍事の宝刀を受け継ぐ寺院と考えられ、1977年から1981年に、かけて、日本大学が実施した、発掘調査等によって、7世紀後半から8世紀前半に創建され、8世紀中頃には、等の造営と近同の改修が行われ、10世紀初頭まで、 補修が行われていたことが確認されている。近藤跡は、現在の陽光寺の本堂である、元禄年間に建立された、薬師堂基段下で検出されており、島跡は、近藤跡の南東約50メートルの地点、陽光石と呼ばれる、等身祖のある地点で検出されている。また、人家層からは千年伊勢三体遺跡一基建物と、主軸を同じくする七世紀後半の大型建物が、 検出されており、これは当地における支配者階層の邸宅下表の役所の重要施設である可能性が指摘されている。出土瓦の中には、武者四国絵原表の文字瓦があり、創建に際し、武蔵国南部の表の協力があったと推定される。また、補修瓦の中には、武蔵国家計瓦屋の南玉川と群で生産されたものが含まれていることなどから、 この寺は、南武蔵の中心的な寺院であったと考えられる。吉寿漢外石群は、地方漢画の成立から廃絶に至るまでの経過を、辿ることができる稀うな遺跡であり、その成立の背景や、構造の変化の過程が判明するなど、7から10世紀の軍家の実態と、その推移を知ることができる。これは、表成立以前の三宅の段階も含め、国家による、 地方支配の実態とその推移を知る上で重要である。ありがとうございます。